調印書にサインが入りましたので正式なタイトルマッチとして認定されます。はい、それでは上福幸選手コメントお願いします。はい、上福幸です。今回このカードを会社から聞いたときに、私は何度タイトルマッチとかシングルで戦うとかそういうの嫌だって伝えてきたのに、やっぱりこういうことになるのかってちょっと思ったんですけど、でも相手が今伊藤ちゃんがこのベルトを持ってるということで、これは逃げちゃいけないなと思って、挑戦をする挑戦させてもらうことに決めました。そうですね、伊藤ちゃんのことは多分ここ数年で誰よりも近くで見ていて、別にまああんまり一緒に試合をしたりとか戦ったりとかっていうのは今までないんですけど、でもなんか数年前なんかひょんなことからきっかけにすごく仲良くなって、まあ選手として知り合ったけど今やただの友達にとしても仲良くなって、何年も伊藤ちゃんのこと見ててすごくどんどんかっこよくなっていくし、なんか最初思った印象と今が全然違くて、タイトルマッチも最近ずっとほとんどついて、大田区でメインやった時もその前にタックで挑戦した時ももうずっと見てたんです。すごい応援してて、個人的にも友達的にも選手としてもすごく応援していたんですけど、このインターナショナルのベルトを野輪光とかけて戦うって決まった時に、なんとなく自分の中で、ああもうこれ伊藤ちゃんが勝つんだろうなって自分の中で確信があって、でずっとセコンドついてたんですけど、そこは行くのをなんかやめたんですよね。でそれってのが、まあ、自分が負けた相手が野輪光で、そこで伊藤ちゃんが勝ったらきっと自分はもうなんか劣等感だったり、なんか自分のこと嫌いになっちゃうんじゃないかなって思って、怖くてセコンドにつけなかったんですけど、でもやっぱり選手としてもだし友達としてもだし、連れてる私がダサかったら伊藤ちゃんもまあ気持ちよくはないだろうと思い、私が友達としてダサくいたくないし、今の私を、まあ、ベルトにも伊藤真希にも、挑戦をしたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。続きまして伊藤真希選手コメントお願いします。はい、はい、まあね、さっき上福が、まあ、言ってくれたんですけど、そうなんですよ、あの友達なんですよ。で伊藤を友達って一人いれば十分だなって思ってるんですけど、その一人が上福なんですよ。なんでまあぶっちゃけそのやりにくさみたいなものは正直あるんです。でもなんだろうな、すごいなんか伊藤のことすごいすごいみたいなこと言ってくれたけど、伊藤もそのなんだろうな、上福が前チャンピオンだった時すごい面白かったなって思ったんですよ、伊藤が前にチャンピオンだった時よりも。だからなんかその時代を超えたいっていうのもあるし、だからなんか今回絶対に負けたくないし負ける気ないです。友達としてチャンピオンとして必ず、まあ、いろいろな気持ちをぶつけてくると思うんで100倍にして返して勝ちたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。続いて質疑応答に移らさせていただきます。質問のある方は挙手をお願いします。お二人に聞きたいんですけれども、まあ、先日のタッグトーナメントで上福選手は直接伊藤選手が勝っているということなんですけれども、まあ、そちらもこう、まあ、試合にも影響する部分というのはありそうでしょうか。前回そのタッグで戦った時は、私は横にまたちょっとプライベートから友達になったアスカ選手が横にいて、でもとりあえずここであの時は、まあ、伊藤ちゃんに対してどういう思いがあったっていうよりも、
まあ、まず横にいる人に嫌われないためにどうにか頑張ってますって姿勢を見せないとやべえなと思って、ちょっとあまり普段がっつかないんですけど、ちょっと最後まで自分がどうにかしたい、かっこいいところを見せたいと思ったし、そうですね、伊藤ちゃんに結果的にはその時勝てたけど、あれはこれにどうつながるかっていうよりもその時とにかく必死だったので、またちょっと意味合いは変わるかなとは思います。フェイマサーで沈んでるので、フェイマサー対策をきちんとして勝ちたいと思うんですけど、なんかなんだろうな、すごい弱気な発言がさっきからずっと気になるので、これはもうなんか対策するほどでもないのかなともちょっと思ったりもしてます。ただまあやっぱ油断は禁物なので、うん、まあ、しっかり勝ちたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。上口さん、はい、前回チャンピオンだった頃は独自の世界観というのを作られました。まあ、今回ベルトを取った暁にはやはり以前のようなベルトの持っていく方というのはされるでしょうか。もしベルトを取ったら、まあ、今ちょっとおみってるじゃないですか、今なんかな。でも、まあ、ちょっとこういろんなショットを打たせていただいて、今絶賛きっと東京女子もサイバーファイトグループも今レッスルユニバースの会員数を増やそうと思ってると思うんですよ。なんで今ちょっとアジアのお金持ちとかいるじゃないですか、きっと。そういうところに向けてこう結構プロレス見てると、なんかこうアメリカの方とかそっちのヨーロッパの方ですごい英語発信とかすごいしてやってると思うんですけど、自分英語は喋るんですけど中国語とか韓国語とか喋れないんですけど、勉強してこのチャンピオンになったらアジア圏の方のレッスルユニバースを本当に何十万人も増やしたいと思ってます。はい、それでは二選手ありがとうございました。 Hey, you say you're the cutest in the world, but you know I'm the coolest in the world. I'm piece of you piece of shit